皆様こんにちは、楽武と申します。テーマは酒。今から400年前、藩の発展のために刈谷な豊富な地下水を酒造りに生かした者たちの物語。では参ります。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。酒のしずくが一つ一つ届けよう、微光の調べ、刈谷の酒造りの文化、伝えよう、時を超えて。皆様